はい、どうも、古内と申します。今回も信長の野望想像ズパープ切ってやっていきたいと思います。前回ね、総大将っていうのが君主をね、義明さんに、変えましたね。でもって、まあ連合ももうすぐ3年経つかな、もうじき切れると思うんですけど、どうしよう、もう一回組んでもいいしね、独自にやっていってもいいっていう状況ですかね。で今島左近軍団とヨシチル軍団が、攻めてて、どんな感じなんだろう今、まあ、特にないですね。左近軍団は、まあ、総勢4万か3万か、ヨシチルが3万だね。で、こんだけじゃ頼りないんでね、まあ、自分の軍団で攻めますね。どう動くんだ。一応兵が出したね。我が策、戦場を制す。あ、やっぱ3年経った。すごいな、いったすぐに反毛利連合も解散ですか。あと少しで毛利高元の息の根を止められたというのに。表情を始めましょう。先月の終始です。なるほど、そうですね、もうすぐでね。まあ言ってもそんなすぐではないが、まあ今の連合でね、三好家を滅ぼすことができたんで、だいぶいい結果にはなったでしょう。あとはじっくり、あ、もう浮田すぐ切れるんだ。浮田は、従属させてるよね。うん、一式じゃない、山なき一式一式に、ね、適当に攻めてもらいたいが、まあ、鳥取城に行ってもらおう。まあ一応従属させるんで、攻めさせることは簡単にできるんですよね。これ何家だ、別所家か。従属っていうか取り込みたいな。従属とかないかな。協力したい。同盟中、同盟中、残り20ヶ月と。信長とは戦いたいな。戦いたいね。まあ、とりあえずはどう攻めるか見るか。出陣します。出るぞ。必ずやる。白地城を目指し、26,300 の敵が攻め寄せてくると。多いな、さすがに多いだろう。26,000 ここだね、ここ四国攻めの最前線だね。まあ一応吉田さん自分で守ると思うが、出せ出せ。出るとするか。厳しいかな。援軍は出そう。出るとするか。久秀さんと最下城の1万、このね、なんていうの、支援が消したんで、こう周りをしてもね、城が 出なくなりましたね。いざ参ろう。これで24,000の援軍なんで、まあ、勝てるか。よし、そろそろ一気に攻めるっていうのをやろうか。敵いないな、まず。ただ今徳川と同盟切れるとね、中沢城一瞬で取られるんで、まだ仲間にしておこうか。敵が我が領内に向かっております。桑野城ってどこだ。桑野城下だっけ、ここだね。別所家にやらせればいいと言ってたな。ただ足りない、6000とか言ってたんで、岸和田の佐久間隊で守りきればいいか。さて勝てるか。表情を始めましょう。報告いたします。
12ヶ月でいいか。で、誰かが通じているというのが聞き取れたんで、まあ、どうしようもないかな。ご用は何ですか？家宝もないしね。願いたら願いたらいいや。よし、もうとりあえずさっさと進めていこう。うわ、すごい数だな。我に続け、敵将。捕らえたり。待機しろ。お、浮き酒。なんていうの、天神山城、天の神山城、天神山城を落とし浦上家を滅亡させた浮田直家は本所の移転を画策していた。天神山城は三条道も歩く、商人も集まりにくい。これからの世は商いなくして成り立たない。平城で人の行き来も多い岡山城に新たなる城下町を作り上げようではないか。浮田直家は岡山城改修増築して本拠地にふさわしい近代城郭に作り変えた。城下には町が大きく広がり発展の可能性を強く感じさせていた。そうか。お、ガラシャ、かわいい、かわいい。表情を始めましょう。報告いたします、報告いたします。浪人がいるね。奥重政か。ご用は何ですか？建設で、どこら辺やろっても全部できるね。もう大体ができちゃうな。ちょっとやるとこ多いんで加速してやろう。よし、この辺はそうだ。よし、でこのまま、進めていこうか。まず防衛戦どうだ、勝ってるのか。桑野城に3500。帰れ帰れ。そう、この上の城だね。5574。出陣します。違う、あ、諦めて転身したか。毛利家の黒だと毛利家の赤石が不満を抱いていると。なんだ同盟か、同盟なのか。あ、これ同盟だね。浅井はもう滅ぼすか。あ、2回来てたんで2回分の同盟の延長があると思うんだが、しまった、1回は違うのか。何だったんだ。城主がいない城、毛利家のどっか落としたのか、作ったのか。これ何、これ、紙付き城作ったらしいね。なんで俺じゃないよね、さすがに。二人くらい送るか。ここら辺ほんとすごい城の数だな。さすがに作りすぎだよね。連合はもうさすがにいいよな。そう、その前に転身。ここの、ここだね、ここ。承知いたしました。えい、キリセイ。我が方の城。まずい。包囲されました。止まって。ああ。まあいいか。草津城の鉱脈から多量の鉱石が採掘されていますと。上杉家滅びかけてんな。武田が強いんだ。ご命令ください。報告いたします。浪人がいる。防衛指示による
白地城周辺の警戒を解除。あ、そういうこと言ってくるんだ。誰だこいつ。カホ。ご用は何ですか？ないです。買った。クワの字はもう引き上げよう。で、鳥取城は征服に失敗し、敗走中だね、味方が。で、浅井との止め切れたんで、攻めようか。朝倉が、出てくると思うんですが、まあいけるね、観音寺城の2万1000がいれば、負ける確率はないでしょう。負ける要素がないもんな。設営するか。長沢城周辺、ここら辺、ここら辺。ここだ、ここ。と、適当に上陸スポットは無理か。徳川が敵になったことを仮定して作るか、じゃあ。設営はね、案外大事なんですよね。あんまり作るようなとこないな。こんなもんかな。で、浅井攻めだが、どうやって取るか。沢山城を取り、取るか。いざ戦場へ。21,200、すごい多いな。出るぞ。鉄砲がもうないのか。草津城と出るとするか。水口城から適当に攻めろ。出るとするか。まあ、あっちは一応ね、朝倉が出てきた時に対処しやすくなるんで、とりあえず出しておこうか。で、拡張があるね。松ヶ島城、なんかまだ城作れそうだな。ここら辺良さそうだが、城に山に囲まれてるんで発展はしないかな。よし、行け。出陣します。出陣するぞ。出陣するぞ。よし、朝倉が出てきた。出陣します。ここの道守るのは危険かな。臆したか、敵将。お、三成捕獲したぞ。怪獣に手こずっております。金銭200で説得を試みてはいかがですか。とやってみろ。さすが強いな。17,000。これが我が魂。おー、強い。強すぎる。ご命令ください。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。ご用は何ですか。久しぶりに家宝を見たな。ありがとうございました。おお。久道にあげよう。で、三好有能なやつって言ったら多分こいつになる。小笠原か。あげるよ。発展しない拠点が多いな。ここら辺はもうあげられないもんね。人口が増えるのをひたすら待つっていう。うちの創造性は一体どれくらいあるんだろう。まだギリギリまで攻めて従属させるか、完全に滅ぼすかだね。取り囲め。逃げたければ逃げなさい。敵が我が領内に向かっております。敵将捕獲したぞ。白地城16,000残ってるんだ、ここに。よし、まあとりあえず1万3000が守るんで大丈夫でしょうが、かしこまりました。一応指示で防衛させておこう。自分に守るんだよ。で、建設とかやって、あ、今できないんだ。沢山城取ったのでどうしようか。
織田に囲むか。とどまりますか。いいえ、包囲するぞ。来そうにないんでね、囲んじゃおうか一緒に。ドイツだ。あ、もういいのか。800は退却しろ。いざ戦へ。我が戦やっぱ来たか。お見せしましょう。私にお任せあれ。そう、被害がすごい。被害がすごいぞ。退却しろ。城へ戻るぞ。あとは残って戦うんだ。臆したか敵将、捕獲したぞ。援軍は役目を果たせず、防衛の援軍は OK だね。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。朝廷か。指揮部大夫。でもってあげてと。城どこにだよ。ここら辺すごいもんな、城の数が。まだ作れっていうのか。もうだって平地がないんだよね。そんなにあるか。石山御坊の周辺、ああでも町が多いんだな。この西下の周りはね、あんまり発展するような城が作れないんですよね。食べとかも無理だろうな。これ大丈夫か。いけそうな気もするが、作ってみるしかないか。で、軍団の方はどうだ。何もやってないか。植付城本当誰が作ったんだろうな。自分かもしれないな。とりあえず今勝ってるんで、まずは大谷の方の戦いを見ておこう。助立しよう。敵が我が領内に向かっております。出陣します。じゃあ守ってもらおう。任せるぞ。我らに撃てぬ敵はありません。かかれ。1万2000いいだろう。安いものよ。所詮は名ばかりのものだがな。どっから援軍来た。敵が我が領内に向かっております。臆したか。うわ、すごい被害だな。どうする。まあいい、とりあえず張り付かせるか。あ、松永さんやられちゃったか。表情を始めましょう。報告いたします。ちょっと官位上げないとね。佐久間三好長市っていうのか。なんなりとお申しつけよ。でもって、そうだね、密談はね、長いもんね。で、沢山に人を送るか。低いやつ。北畠さんでいいか。まあ戦もそれなりに強いんでね。で、白地城の方はどうだ。負けてるな。超劣勢じゃねこれ。援軍だ援軍。いける？いけないか。長宗壁叩いた方がいいか。となるとまたこっちから兵をね、引っ張らないといけないからね、時間がかかるんだよな。出陣するぞ。こんなもんじゃ足りねえな。上赤坂城少ねえな。出るとするか。小西幸長かっこよくはないか。で、こっちだよね。こっち勝ったっちゃ勝ったが、沢山の方、小谷の方は何にもできてないんで、焼き打って待つか。鉄砲ちょっとだけ買おう。なんなりとお申し付けよ。毎度大きに。建設で勝利上げてと。もっと収入がないかな。教会まあいいか。
辺いっぱい作ったもんな。大火城は兵力的にだいぶ発展が、ね、できますね。今でも1万近いよね。寺か寺かやめろ。あと2つか。教会か連兵所連兵所だよね。教会でいいか。清水山城は取れたとして、清水か清水かどっちかわかんないけど取れたとして、大谷にはもうちょっと兵がいるんだな。狭山から送ろう。あ、ついてから送ろう。敵が我が領内に向かっております。着いた着いた。よし、出陣する。違うで、待ってどうだ、何対何なんだ今分かんないな。ヨシテルさん死にかけだね。もう討ち死にはしてほしくないもんだ。引け引け。うわダメ、これ挟まれてるんだよね。評定でご確認ください。表情を始めましょう。表情でか。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。鉄壁槍術治水などなど。竜沖はなんだこれ。幸福寺城、幸福寺城の開発が完了しましたと。建設で、ちょっと城がだいぶできてるね。配属しよう。発展する。珍しい。奥さん行ってこ、奥さん。あとどこに作ったっけ。なんかここら辺に1個あったか。発城発展するね。セガ城か。セガ城はどうだ、発展しそうにないの。しないかやっぱり。あ、しなくてもいいか。セガ城送って、あともう1個作ったサーバー、これか。大内山城流行するな、ここら辺。武器もね、まあ、行ってこい。イクベ城こんなもんかな。あった、池田城。池田城は発展するんだ。雑だな。ちょっと待って、これどっからかで押し返したいな。このここら辺から挟み撃ちにしたりしたらだいぶ撃ち取れると思うんだけど、そんなね兵がいないんだよな。勝てるか。挟まれてるんで被害が敵よりだいぶ多いんですよね。援軍、援軍じゃない、指示で進行しろ。と攻めるな、無理だな。やっぱ防衛か。出陣するぞ。我が領内にこの被害じゃな。敵が我が領内に向かっております。兵糧切れクリア。ちょっと待って、これは多分包囲中の味方だね。もうあるか。耐えてくれ。我らに撃てぬ敵はありません。敵将捕獲しました。でこっちはもう焼き打ちまくってるがどうなんだ。よしよし、まあ、そのまま焼き打ち続けて退却してもらおう。戻ります。でもう一回四国だ。被害がでかいもんな。ちょっと進んでみたい。押せ押せ押せ、逆に押せ。お、勝った勝った。表情を始めましょう。報告いたします。ちょっと待ってよ。どうしよう。一応兵力的には2万の部隊が来てるんで、こいつら使ってこの下の空き城を奪おう。一旦桑の城行こう。承知しました。かしこまりました。お前も来い。お前もついでだ、ついで。くっそ、選択補助がなくなったんで外すとすぐ戻っちゃうんですよね。しろか。なんか基準、見分ける基準とかあんのかな。大前提としてこの町が置けるような、なんていう、平地があるところだよね。こことか見た感じはいけそうなもんだけどね。どうなんだろう、ちょっとこれ試してみるか。
あ、しまった、上昇君の忘れた。腕が鳴るわい。上付き城をなんとかって言ってたな。ここだろ、何もできないでしょあそこ。表情を始めましょう。報告いたします、報告いたします。よし、拡張はないか。整備整備。で配属で、送りつけてと。なんだこの城の数は。オデラさん、案外政治高いんだと。畑野さんでどうしようか。戦的に畑野が強いんで、畑野を城主にしよう。朝廷はどうだ、何も言ってこないか。兵力揃ったんで攻めたいが、オダニルはもう1ターンかかるかな。もう2ターンかかりそうだな。とりあえず攻めよう。四国の情勢を変えないとね。かしこまりました、お任せください。3000が先頭なんだ。出陣するぞ、出陣するぞ、出陣するぞ。突出しすぎじゃね。まずいな。民が息を起こしましたと。浅井だろうね、野球打ってるからな。お、あ、足利が何くれない。赤いか。ご命令ください、報告いたします。浅井に嫁いでもらおう。ちょっと待ってよ、もうこれ以上野球打ったらしょうがないんで、野球打ってもしょうがないので強行するか。まあ強行したらすぐ落ちるでしょう。でこっちは大丈夫かな。被害がすごいね、もうじき。あ、900か。もうもう引かせるしかないな。臆したか、敵将捕獲したぞ、出陣するぞ。強いな。被害が甚大だ。また民が、あーそうだよね。表情を始めましょう。報告いたします、報告いたします。合戦や一騎のため一部の拠点では収入を得られませんと。配属しないと。城が多いって不便だな。待って、もうこれ無理だ、兵力的にきつい。騎乗するぞ。作戦を練り直す。ノット、ちょっと待って、どこだここ。退却させて武将を回収しよう。戻れ戻れ、出陣する、出陣するぞ。大市義次、長政三成などなど。お、堀さんもいるね。宇治江牧瀬もいる。靴木元綱、脇坂春、安脇坂と。なるほど、宇治江がいるんだ。腕が鳴るわい。また一気か。ご命令ください、先月の収支です。何としても家宝が欲しいな。ご用は何ですか。とりあえず縁組で。三成は、あ、16なんだ、若っ。赤はいないか。とりあえず小谷は三成にあげよう。どこ行った、ここか。義次は、おお、忠誠深いやつだ。三成にあげつつ、堀さんと遠藤直綱、松井などを行かせよう。で城を作ろう。作れるとしたらここか。クソみたいな。
そうだね、城発展しなさそうだな。なんだここ、いやそっか、一気のせいで何もできないんだ。でここ多分どこだっけな、完成したと思うんだが、ここだね。あ、やっぱ発展するんだ。は筒以上か。政策どうなってんの。政策を執り行います。兵の分離なぜ。皆に伝えておきましょう。お金的問題ではないはずなんだが、どうなんだ。何かがあると外れるんかな。政策を執り行います。まあいいや。だってしょうがなく退却したが、どうしようかな。勝たないと意味ないもんな。進行で勝てるか。岡豊城行け。出陣します。で左近隊は津山城か。を攻めても兵力差があるが、我が戦お見せしましょう。妖精の援軍で浮田動かそう。他は動かないか。山名家どうだ。よし、別所家はどうだ。よし、一式はさすがに無理か。ちょっと朝倉の目を他に向けさせるか。一旦停戦食いたいからな。せめていいよ。大義名分をあげよう。すごい数、出陣するぞ。すごい数だ。戦へ参る。勝てるのかあれで。ご命令ください。先月の終始です。小谷城の一揆が収まりましたと。ご用は何ですか。ありがとうございました。脇坂くつき磯野野村、磯野さんは戦が強いんで、ちょっと高めておいて損はないか。ご用は何ですか。政策を執り行います。建設で最下を上げたいね。もっともっと。信仰心、敵より兵が少ないと攻撃力低下、守備力上昇と。しぶとくなるんだね。誰にあげるか。お前でいいだろ、お坊さん。仏教の教えとはみたいなね。ここか、津山城。どうなんだ、勝てるのかな。調査前やってくれたまえよ。うちはでかい、一番でかいよね、やっぱり。ただ、まとまりがないな。そっか、織田が敵になったのが、まだ早いよな、敵にするには。さすがに。とりあえず整備して、その後設営もしたいな。設営しよう。義継さんお任せ。で、織田の軍勢は一体いくらいるんだ。あんまり大きくないんだな。8万1000、案外いるね。長宗我部が6万3000だもんな。14万、上杉は4万くらいか。3万か、少ないな。織田は本拠地が清須か。なんで岐阜城取ったらだいぶこっちに情勢が傾くんで、岐阜攻めをしたいね。そろそろ近々。まずそのためには徳川とはまず味方の状態でいないと勝ち目が薄れるね。待って待って、雪長隊が兵糧切れと。
まあここの城寄るから大丈夫でしょう。四国は勝ったかな。うん、苦戦してるな。これ負けるね。荒木村継、村重の長男、父が信長に謀反すると、天崎城にて織田軍と戦うが敗れる。後羽柴秀吉に従い、賤ヶ岳の戦いに参加、負傷し以後戦には出られなかったというと。表情を始めましょう。報告いたします。浪人がいるんだ。お、メシダか、メシダか、かん、かくべ。ご用は何ですか。お、一等級だ。ありがとうございました。誰にあげようか。荒木村継、浅井が仲間になった時用に残しておくか。あ、まあ浅井はいいか。有能なやつがいないな。お前でいいか。もったいない気もするかな。中国地方どうだ。勝ってはないな。もうちょっとも遠目に見よう。また引いていく、また引いていく。浮田家がどんどん引いていく。鈴木重也さん、重友かな。お、浅井くん帰宅だね。ご命令ください。報告いたします。先月の収支です。織田家の当家の態度が変わりましたと。全組だ。はい、よろしく。